小米通り停留場は、高知県南国四国家後にある都佐電交通五面線の路面電車停留場。小米通り停留場は1911年の開業。五面線の大津停留場より、五面中町通り停留場までの区間が開通したのと同日に設けられた。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように廃される。 ただし互いの乗り場はハス向かいに離れて位置していて、東にハリマや橋方面行き、西に五面町方面行きの乗り場が置かれている。ハリマや橋方面は安全地帯が設置されるが、五面町方面は北を並走する道路上に白線で乗り場が示されるのみ、停留場の北を土山線が東西に走る。北に約1トルの距離には安山祈願で知られる。 下崎神社があり、停留場の前には、同票が立つ。隣の長崎停留場との間で、五面線は、高知市との境を越える。AB、土砂電鉄が走る町根弱90ページ AB、土砂電鉄が走る町根弱100.156から158ページ、今尾圭介、日本鉄道旅行地図長11中国四国、新庁舎、2009年、61ページ。 ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年。 34.90ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年83ページ。ISBN 4から875032684。ありがとうございます。